まあ、ちょっとガス抜きしていこうと思うんですけど、まあ、デグロの発泡マット、はい、さて今回は平田クワガタね、平田クワガタをまあペアリングして、この天然の平田クワガタなんですけど、ペアリングして、まあしばらくちょっと放置してたんですけど、メスとこのカゴの中にオス、まあちょっとこうマットも産卵セット、このマットがねあんま良くないのかなこれちょっとね、あさりながら、まああわよくば卵産んでないかなと思って、ちょっと見てみようかなと思います。この産卵に全然ダメっすね、これ見ながら、このマットじゃない、マットはないですよ。でこれデブロの発酵マットなんですけど、まあ、ガス抜きどれぐらいかな、まあ、一応毎日混ぜて3日ぐらいガス抜きしたのかな。まあ、これでちょっと産卵セット組んでいこうと思います。クヌギのホームセンターのあのマットじゃ、まあさすがにちょっと卵わからないんで、一応さっきの発酵マットどれぐらいかな、20リットルか、20リットル買ったんですけど、まあどうせ卵とか幼虫とか、これならわかるね。
け黒けりゃ。一応こうやってまんべんなくまんべんなく混ぜて、まあ、強く握って固まればいいぐらいですけどね。ではこんなもんでしょう。こんなもんじゃない。こんなもんでしょう。よっしゃ、よいしょ、さっきのカゴ綺麗に洗ったんだけど、こんないるかな。まあ、いっか。下はぎゅうぎゅうに詰めて、一応サナギ置いとくかな。マットに揉んでくれるみたいなんですけど、ちょっとね、一応ちょっと多かったかな。まあでも何もでしょう。いやちょっと多かったな。ちょっと多かったかもしれない。まあ、こんな感じで、まあ、ゼリーを置いて、メスがね卵を産むのをちょっと待とうかな。ちょっと産卵魚は頭ちょっと出しといて、うん、これなら卵マットに産んでても分かりますね。よいしょ、とりあえずこれで待とうと思います。僕の背赤二股じゃ、死んじゃいましたね。まあね、元気に元気に生きてたんですけど、セアカちゃんついにお亡くなりになられました。まあ、メスと交尾してね、メスは今産卵セットに入れてあるんですけど、まだメスは生きてますね。一応それも、まああと数日でいいかな。まあちょっと産卵日のちょっと様子見て、割り出ししていこうと思います。
頑張ったね、セアカちゃん。とりあえずこんな感じで、頑張ってね。ハンドケアリングまでしたんで、平田ちゃん、ハンドケアリングまでしたんで、まあちょっと繁殖、地元のね平田なんでね、繁殖、まあブリードちょっとしていこうと思います。ちょっとなんか気になることあったらコメントください。ちょっとねブリード初心者なもんで。はい、まあサウナセットこんな感じで組みました。はい、あざした。